麺の上でチーズなるものを炙るのか。なんと豪勢な。お待たせいたしました。てんこ盛りじゃ。これを求めていた。うまい。白ナポうま。人の顔をしておるのか。喧騒の街渋谷、拙者がこの時代に降り立ったのがまさにこの街じゃが、夜はまた一層激しさを増すのを、なんというかビカビカしておる。さあ今宵は何にするか決まっておるでの。この辺りか。パンチョ、ここじゃな。ナポリタンにはすっかりハマったからな。ここはどんなナポリタンか楽しみじゃ。地下なのでひっそりかと思いきや広いの。何にするか。ま、ナポリタンにするんだけどの。しかしいろいろあるんじゃな。頼む。はい、お伺いいたします。ご注文何なさいますか。わからん、任せる。かしこまりました。ではおすすめのものお持ちいたしますね。今宵も決まったの。すごい麺の量じゃの。一気に作っておるのか。濃厚そうじゃ。麺の上でチーズなるものを炙るのか。なんと豪勢な。お待たせいたしました。てんこ盛りじゃ。見た目の迫力が凄まじいの。もはや麺が隠れておるわ。生きるも死ぬも甲冑次第じゃ。まずはナポリタンじゃ。うまい。これじゃ、これを求めていた。トメイトの汁、ソースのうまみがよく麺に絡んでおる。トゥルッとしつつも麺がもちもちなので食感がしっかりしておる。食べ応えも抜群じゃ。うまい。白ナポうま。白いナポリタンってことなんじゃろうが、よもやこう来るとは。ニンニクの程よい香りと塩味が軽やかでうまい。卵が絡んであるのがもちもち麺に濃厚さが増されてなおうまい。美しい君よ。もう口の中ぐっしょりじゃな。サイの子。
長いソーセージじゃな、パリッとじわっとじゃな、麺を加速させる味じゃな。見たままに肉かい、柔らかうまい。こう食べてしまうともうナポリタンには外せないの。紅生姜の甘みと酸味がまた合うの。ナポリタン、白ナポ、またナポリタン、また白ナポ、どちらとも選べぬ、両方行きたい。ベーコンなるものも入っておるではないか。カリカリ仕上げのベーコンか、噛むごとにうまい。お待たせチーズ、こんなんうまいわ。ナポリタンの付け合わせとして卵、ソーセージ、ベーコン、ハンバーグ、若者が歓喜して転げ回る最高な組み合わせじゃが、これを味わってしまうともう逃れられない。いつだってこの組み合わせで食べたいものよ。中をずっと満たしておきたいこの濃厚さ。そうか、まさに口の中がパンチョっていうことなのか。わからんがな。ここまでガツガツした感じでナポリタンを食べたことはなかった。かなり好みじゃ。がっつりさだけではなく、どこか懐かしい味が奥に広がっておるのが不思議じゃ。戦国の世にナポリタンなどないのじゃがな。ここのところデカ盛りなるものを食しているのでよく感じることじゃが、うん、全然減っている気がしないな。食べるごとに増えてるのではないかと錯覚することもあるくらいじゃ。
暑い。汗が噴き出してきおったわ。心を燃やし、体を燃やし食しておるな、拙者。これは粉状のチーズ。なあ、ゆき。よくわからんが、なぜか歌が心に浮かんだわ。ハンバーグにもかけよう。チーズ最高じゃ。ハンバーグもグッドチーズになるの。さあ、もりもりいかん。よもや慣れ親しんだタバスコを使っていこうぞ。合うの。白ナポはニンニクの香りと味がしっかりしているからの。タバスコの辛みと酸味がものすごく合う。これはまた食欲を加速させるの。ナポリタンと白ナポを混ぜて食そう。これもまたうまい。さらに激しく追いチーズ。ナポリタンと白ナポの垣根はなくなった。そう、国境など本当はないのだ。天下統一果たさねばならぬな。戦国の世への帰り方が未だわからぬが、
名残惜しげソーセージ。今宵もうまかったの。ありがとうございました。さて、喧騒に包まれに行くかのう。